これから始まるのは食卓を彩る新鮮食材のプレゼンテーションプログラム。番組の後はぜひお近くのナイスへ。旬菜キッチン。この番組はいい暮らし届けたいナイスがお送りします。こんにちは、宮野さん。吉原さん、こんにちは。12月に入りましたね。ですね。これ毎年言ってると思うんですけど、何でしょう。1年って本当にあっという間ですよね。本当にそうですよね。今年中にやっておかなきゃいけないこと何かあったかな。あ、宮野さん、年末年始のメニューはそろそろ考え始めてもいいかもしれません。確かに、それは今年中にやっておかなきゃいけませんね。ということで、今日紹介するのはナイスおすすめおもてなしメニューです。何かと忙しい年末年始の強い味方、おもてなしメニューですね。はい、今年もいろいろご用意しましたので紹介していきますね。まずはマグロ好きにはたまらない生本マグロ尽くしはいかがですか。大トロ、中トロ、赤身が味わえますよ。食べ比べいいですね。私はやっぱり大トロかな。続いて家族ですき焼きはいかがですか。国産牛、牛肩ロースです。年末年始にすき焼きか、体も温まっていいですね。和、洋、中が楽しめるごちそうオードブルや、デザートに季節のカットフルーツもおすすめです。そしてやっぱりこれは外せませんよね。握り寿司、切りです。サーモンに蒸しエビ、人気のネタが揃っています。今回はご試食用意しましたよ。ではマグロをいただきます。油も乗っていて、とってもネタも大きくて食べ応えありますね。お寿司ってなんでこんなに人を幸せにしてくれるんでしょうね。ナイスおすすめおもてなしメニュー、皆さんもぜひお試しください。